せーの、 BTU アニメラボ。さあ今週デブレイマツが注目したアニメがこちらです。僕たちは勉強ができない、できない、こちら初めての登場となりました。できません、はい、できるよ、しません、できる、できないじゃなくてしません。さあどんなお話かと言いましたら、一ノ瀬学園には文系の人、理系の人、2人の天才が存在します。なるほど、ね、そんな彼女らを、特別 VIP 推薦を目指す秀才の男、うんうん、彼は推薦の条件としてその女2人を志望校に合格するための教育係として命じられます、うん、教育係となった男1は女1。なんで数字振ってんの？男1しかいなくなって。男1しか出てこねえよこれ。友人の男2と男3が、一応ね、一応大林くんでしたっけ。主人公の名前言えよ。男1ですね、うん、主人公の男 1、そして女 A 女 B、うん、に勉強を教えることによって、その推薦枠を勝ち取れるかどうかというお話でございます、うんうん、そして、女 C も出てきまして、女 C、うん、はい、今回は、第6話ですね、うん、まあ、今までいろいろ勉強を教えています、うん、女の子たちそれぞれ得意な科目はめちゃめちゃできるけど、うん、それ以外は全くできへんという、うん、どうしようもねえからまんべんなくできるその男 A に教えてあげてねっていうわけで、どん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 勉強していくというストーリーかと思いきや、うん、恋にうつつを抜かし成績がなかなか伸び悩むなっていうところまでだと私は5話まで見て判断しました、うん、基本的にスケベをやるアニメだと思うんですけど、原作を読んでる小林さんどうでしょうか、この見解は。95% 合ってるの。 95% 合ってる。もう 5% は一応もうちょいちゃんと勉強はしてるんだけどな。あ、勉強はしてるんですね、ちゃんと。今日はしてる。理系が得意な女の子、はい、文系が得意な女の子が、うん、お互いの志望校が得意な方じゃないやつなの、うん、そうで、それが苦手な方が本当に壊滅的だから、あいつらは最初は説得しろみたいな話もあったんだよ。ああ、そうそうそう、ちょっと待ってよ、最初の方もあったでしょ、うん、1話の時なんか言ってた、確かに先生たちはみんなそう言って私たちのことをなんか変えようとするみたいな、そうそうそう、それが嫌だみたいな、得意なものを志望校にさせようとするのが嫌だみたいな、うん、話があって、うん、だ主人公はじゃあ本当に苦手な方の勉強をちゃんと教えようってことになるわけだね、うん、なるほどね。そうそう、いやそんなん建前だからいいのよ。女子とキャッキャウフフしてて可愛いなっていうのを私は伝えたいからさ、それは実際してるんだけど、可愛いのがねやっぱ好きなのがさ、スポーツ万能、万能というかまあ活発の、うん、3人目のね褐色系の女の子、水泳部の子、水泳部の子がね、うん、可愛らしいのよ、やっぱそういう元気な子を好きだからさ、普通、ね、正直だしね、好きだって言ってるからさ、言ってるから、うん、あいつが一番いい、見た目的にはまあメガネっ子も好きなんだけど、うん、その褐色の子が、うん、今回主人公と付き合いも長いんだよね、あの子だけ。そうね、中学校から一緒なんだっけかな、うん、で、もともとずっと好きで、で、なかなか好きって言い出せなくて、うん、で、今回第6話の内容になりますけども、うん、今までそういったハレンチな行為を繰り返すことを多々やりまして、うん、ようやく、教育係の先生にバレました。あー、よかった。ちょっといいですか、あなた、不純異性行為を働いておりますよね。勉強も伸びてね、ほーと。いや、違うんですよねって、ラッキースケベってご存知ですか。違うんですよって、たまたま崖の上から落ちてきたらこう唇と唇が重なっていく、なんかそういう感じになっちゃっただけでって、アホかって、そんなことあるかっていう、違う、そうなんすよって、うん、でそれを聞いた女の子 ABC が、ちょっと待ってください、あれは違う、確かに私はお腹を触られたり体をまさぐられましたけど、お帰りくださいと。僕さあ違うす、ちょっとお話聞かせてもらいましたと、確かに私は裸を見られました、女子風呂に彼は入ってきましたよ、お帰りくださいな。あー、話なんでござる、あれがね、押し倒されましたけど、あー、じゃあごめんなさいっていう、もうダメだと、わかりました、ただ、わかりましたと、あなたのことをかばうために3人がこうやって入ってくるってことは信用を得てるようですね、なるほど、不純異性行為をやってるようですけどもね、うん、とその女教育係先生に言われて、うん、はい、そうなんす、そうなんすよ、真面目にやってんす、真面目にやってんす、俺ラッキーつけてるだけなんすと、いやらしい気持ちはねえすって、まあ確かにそうなんだよね、うん、まあ、そんなエロい気持ちではやってないけどもねと、で先生の手を見たらちょっと傷だけど、前回の話で勉強合宿に行ったら一人迷子になっちゃって、それを探してたんだなって、うん、先生この手の傷はもしかして俺たちのことを必死に探してくれたんじゃないですか、うーやるーみたいな、ちょっと、うん、
なんかキャッキャッキャ言ってたらなめんなよと、うん、おいあんま調子乗んないって言って一括でこうこうおうこうっていうのが軽くありまして、うん、で今回テストがだんだん伸びてきましたよ、やるじゃないですかって言って主人公もキャッキャッキャッキャ言ってますよ、うん、やったことで推薦もらえると、先生意外となんかもともとはいいのかね、教え方がうまい、その努力型だから主人公が、うん、教えるのもうまいっていう、うまいというわけですけども、お互いその先ほどの不純異性行為を聞いたり、うん、で、まあ、友達同士男たちで飯食ってますわな、うん、飯食ってたらその主人公男に対して友達 B が、うん、おめえキスとかしたことあんのって言って黙りこくって、黙りこくったってことはキスしたことあんじゃねえかよ、あいつキスしたことあるぞって言いながら廊下を走り回る、うん、小学生みたいなんかまあ高校生か、高校生ならではのなんか負けた感というか悲しみの泣きながら言ってて、でそれをたまたま聞いちゃった女 A、うん、B、C、あれキスしたことあんのかなっていうことで、で2人の勉強時間中に英語で質問しますわ、うん、あなたはキスしたことがありますかと言った主人公もっていう感じで、あんのかあんのかってことは彼女いんのかっていうわけで、あーって、もうガン点数も下がっていきます。でそれがなんと水泳部の子なんですよね、元気な子がもうめちゃめちゃ考え込んじゃうと、うん、あ中学校の頃から好きだったのに今までうずぐずぐずしてたせいで、ああもう彼女いんのか、ああもうやってらんねえなっていう中で、友達の、女 B 青い壁の子に、うん、胸が壁でおなじみの青い壁、青い壁に、うん、そうですね、青い壁、文系の子、文系の子に青い壁の子に、文系が得意な子そう、あの子にね、こう相談します。一応、自分の恋心を相談するのはあれなんでね、連れの話として、うん、私の友達がこういうパターンに陥ってると、うん、なんか彼氏がいるらし、彼女がいるらしい子のことが好きなんだけど、どうしようかなって、うん、まあ、連れの話だけどねっていう、っていうね、うん、ね、そうそうそう、でもめっちゃ好きなんですよねって、勉強も手につかないですよねっていう相談して、あ、ははーんと青い子にバレまして、うん、でそれを聞いてたもう一人メガネの子も、うん、おっとっとっとと急に教科書とし どうかしました、いや何でもないです、はあ彼女がおるとボロボロあーおっとっとガイ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 、はあ何かありました、いや何もないです、まあ、バレバレなわけですよ、うん、ははんで、まあ、青い子が、あこの二人好きなんだな男 A のことをと気づき、うん、で、あーでも何とかしてあげなきゃな、それ噂でしょと、うん、あくまでまだ噂だから実際自分でもっと確認しなきゃいけないしもっとアピールした方がいいよっていう話になりまして、うん、じゃあ女の子、水泳部の女の子が勇気を出して、ボタンを2つ開け、胸元をはだけさせ、スカートを3センチ上げ、うん、もうチラリズムを満々にして、色気全開で主人公と一緒に帰ろうとします、うん、で主人公は主人公で不純異性行為のことにちょっと怒られてるから、距離を取らなきゃダメだなと、あんまりすぎたらそう良くないから、でまあ仲良くすぎたなと、やっぱ相手は女の子だと、年頃のやっぱ自分みたいなやつが近づいたら嫌な気になるよなっていう、まあそっちの考えであんま近づかないようにしよう、で女の子は近づこうと、なんとか距離を縮めたいっていうわけで2人が一緒に帰ろうとします。ただ今のような状況なので片方が近づけば片方は遠ざかるという、それを前後に繰り返すことにとんでもない速さの競歩が生まれで競歩をで、たどり着いた席になんか縁結びと、学業のちょうど都合のいい神社がありまして、すごいすごい兼ねてる、兼ねてるね、そっか、もちろん男は学業の神様だから行こうよ、こっちは恋愛だ、わー行こうよって言って二人をお祈りしに行きます。そしたらたまたまね、豪雨、たまたまの豪雨滝のような、うん、で、まあ濡れちゃって、うん、で、そこでちょっと雨宿りしましょうかっていう状況になりまして、その水泳部の女の子は急に寝るっていうね、どうした、急に、あ眠たいなぁ、うん、にゃむにゃむにゃむにゃ、これがなんと水泳部女子の作戦だったと、まずは色気を出して、で、あもう不意の、なんか、アホの作戦です、アホの作戦です、男はそんなことしたら、まあ、手出すからと、ただのやべえやつかと思う突然眠くなっちゃったのか、そう、主人公あ、どういうこと、やばって言ったの、体調悪いんかなみたいな、なんで急に寝た、え、どうしたの、寒くて体調悪くなったんかな、眠って、 そしたらまあ普通男襲ってくると、こんなみだらな状況でいたらアホなんでね、この子、そしたらやっちまえという、まあ、女子の考えです、うん、で、まあ、目を閉じていたらなんか、あ、暖かいぞと、うん、来たか来たか、ちょっとやめてよ、なんかペロペロされてんだけど、ちょっとそれをやりすぎじゃない、
やりましたねと少年する気やっちゃったのかなと思ったら、うん、なんと猫でしたね、うん、神社集まる猫でしたね神社だからねそうちょっとやめてもうそれ以上はって言ったらはって目を開けたら猫にペロペロなめて猫かい主人公ちゃんとこっち側になんか犬と戯れててお起きた雨やんだよみたいな感じであよかったなんもなかったでも距離はなんか縮まった気もするし、うん、別に彼女もいなかったし、うん、これからも勉強頑張ろうっていうお話真剣ゼミの漫画かいや勉強頑張ろうで終わっちゃったらそうよもう、まあ、いやそこで恋ね相手のこと考えちゃうせいで勉強できなくて一回点数上がったら落ちちゃうのよメガネの子もその水泳部の子も、はいはいはい、でもそこで自分の気持ち伝えるというか、うん、まあ相手にちょっと話すこともできたから、うん、もう一回頑張ろうっていういい話よ、うん、可愛かった。青い壁は青い壁は邪魔しただけ好きじゃないの。青い壁は今のところなんかね出してきてないの。ね、青い壁の子がね一番ねその実感が悪くないんだけど周りへの、はいはい、察しはいいんだけど自分自身の気持ちにはちょっとってことなの、ねね、でもう一人のその DK のメガネの子も、うん、はそう本当にそういう情報に疎いせいで人のことにも疎いし、うん、自分にも疎いみたいな、うんうん、でもなんかそこから気づいてるとかりやすい感じがあるよね、うん、その 理系の子はね、うん、そうね理系の子はねそうねの方が分かりやすい、うん、そういう三角関係になるのかなって青い子も多分賛成するんだろうな今私は違いますから、うん、そうそう2人ではどっちの友達を応援しようって言ってくる多分自分はそうなっちゃダメだっていう意識が、うん、そう今回もね2人の恋心に気づきはしたんだけど、うん、わどっちを応援しても角が立つしなだから2人を応援しようみたいな感じになるけど、うん、多分こいつも参戦するんだろうなっていうところが参戦してほしいな私は青い壁推しだからな。なるほど青い壁推し壁言うのよ胸気にしてる話結構出てくるから結構出てくるからちょいちょい出てくるしうーんやったら出てくるなって、ねうんまあ、その子たちがそのなんで自分の得意じゃない方を進路に従ってるかみたいな話が割とそのストーリーとしてはね大事な話になってくるそういうのちゃんとあるんだあるあるある恋愛だけじゃない付き合えたら OK じゃないじゃない1500% じゃないんで1500% だと思ってましたけどもう一回言ったら終わりじゃないの1話で聞いたからもう一生その設定ないですもう一回言ったでしょちゃんと勉強したら OK ってくるの、ね、勉強が一応柱なんでなんでその進路がやりたいのかっていうね、まあ、得意じゃない方そっか昔なんか男の子となんか約束したんじゃない東大行くみたいな感じでさやめろよやめろよあの思い出のことを約束したから私あの学校行くんだって誰がわかんないラブヒナ今だって誰がわかんないよ今俺じゃ時間出したんだネギマの前だと誰が覚えてんだよ好きだったけどっていうわけで30代で僕たちは勉強できないの感想でしためちゃめちゃ可愛いので皆さん見てください。それでは感想とチャンネル登録お待ちしてます。バイバイです。青い壁推し元気な子とメガネ可愛い